突然の番長か。いや、初めはいつだって番長だと思う。いや、怖いよ。怖い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 。今日怖い。なんか下手なホラーゲームよって怖いよ。どうもこんにちは。ありがとうね、皆さん。急遽だったのに来てくれて。トロッコリ引くんでちょ？はじめ選べないよ。選べない。選べないよ。まあね、でもはじめは合理的に考えますから。感情なんて捨ておくで。合理的に考えればこうだよなっていうのでいくから。もう感情なんかそっちのけだからな。はじめ、番長だかだ。番長らしい選択するかだ。トドコ問題、やるぜ。え、まずこれを選べばいいの？ん？あ、また始まっちゃった！予定通りの作業してる作業員一人か、予定な作業してる作業員5人、にょにょにょ、え？とかだ、だから、いや、こっちやど。予定通りの作業してる作業員やど。まあ、予定通りしてるとこ申し訳ないですけど、予定通りそこで作業してることが惹かれる運命やったってこと、運命論ってやってたね、こりゃは。おい、絶対どっち選んでもさ、かわいそうだよって言うんでちょ。言うんでちょ。うんこ味の風、カレー味のうんこ、いや、こっちだぞ。うんこやだ、もう。うんこやだ、もう、はじめ、うんこやだ。うんこやだ。だって、腐っても風。これは腐っても風。香ばしくても、うんこはうんこ。うんこは、うんこだかだ。ダメだかだ。うるさいよ。なんで？うるさいって言うなよ。なんかもう、汚いよ、ほんと、汚い。食べるとかの話じゃないんだよ、これ。どっち引きますかって話だから。そりゃ、カレーかうんこやったら、うんこやろ。敵として登場して、最終的に味方になるやつ。味方として登場して、最終的に敵の、いや、こっちだぞ。どう頑張ったって。はじめは無知のな。敵として登場して、最終的に味方になるやつ、大好きなんだよ。おめえみてえなやつ大好きや。もう圧倒的こっちゃ。嫌だろ。味方として来たのに最終的に敵になるやつ。いつか倒さなきゃいけない敵だろ。じゃあ今倒せよ。今引いちまえや。いつか敵になるやつ。いらねえだろ。敵として登場して最終的に味方になるやつ大体人気じゃない。みんな大好きでちょ。ベジータ。はじめベジータ大好き。はじめこういうキャラで嫌いなやつあんま見たことないかも。だってかっけえじゃん、絶対ね。こいつ絶対嫌い。絶対嫌いだわ。恐怖で世界を平和に衝突する系の魔王。魔王を倒した後に暗殺される系のゆうちゃん。平和にしたいけどちょっと間違ってんだ、やり方。じゃあ、はじめが殴って構成すればよくね。だって、勇者は、これから暗殺されちゃうんだから。もうこの未来変えられないんでちょ。それとも、はじめはこの暗殺者を倒せばいいのか。殴って。はじめはこの暗殺者を殴って倒すか、この魔王を殴って、やり方を変えさせるか、どっちかが。小淵で分かり合うか。突然の番長か。いや、はじめはいつだって番長だと思う。え？ 100 億円、普通の人一人や。命は金に変えられねえだろ。あ、こういう感じなんだね。あー、なるほど。札束とかじゃないんだ。札束だったら別に引かれても拾えばいいだろうって思ったけど。こういう感じか。まあ、でも、これも拾い集めればいいんじゃねえの？どう？これ。拾い集められそうじゃない？ね、これ拾えばいいよね。そしたらウィンウィンじゃん。貴重な文化遺産。あらずと、え、いや、あ、だ、と、え？
まあ、とりあえず悪いことするならダメや。人類のあらゆる娯楽を収めた媒体、犠牲になった人たちの記憶を収めた媒体。犠牲になった人のことを思うのはとても大切なことだけど、そればっかり考えて今生きてる人が辛いより娯楽があった方がいいだと。人生ってのはそういうもんだ。楽しいこと考えて生きていこうじゃ。親に伝えた赤子人じゃ。バブーバーバー頑張って生きろよ。敵として登場して最終的味方になるやつ。ふん、今はおとなしくしてやる。こんちくんちのツンデレー、ツンデレー、はじめ大好きなツンデレじゃん。近くで世界平和上続きやる舞う。わかるだろ、恐怖にあらがう位置が人間を一つにするのだ。おめえ間違ってる。バーン、目殴ってやる。地下に潜りたいなって思いました。火事さえなくなればあったかいのにゃ。